んにちは、川越梢恵です。温泉が恋しい季節ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、シティニュースを追った1月16日号、今回は区民の健康な体づくりをサポートするため、この12月にスタートしたスマートフォンのアプリを使った健康管理ツール、ハネピョン健康ポイントについてご紹介します。それでは早速ご覧ください。スマートフォンのアプリを使って健康管理ができる新しいツール、ハネピョン健康ポイントが先月から大田区でスタートし、12月2日から6日にはその使い方などを区民の皆さんに紹介する健康体感フェアが区役所本庁舎で開催されました。フェアではアプリのダウンロードや登録の仕方とともに、その使い方や健康管理の仕方などを紹介、合わせて歩行姿勢測定や栄養バランス測定などを通じて健康づくりのためのアドバイスなどが行われました。このスマートフォンアプリハネピョン健康ポイントの大きな特徴は、ウォーキングの歩数やスポーツ健康関連イベントへの参加、健康診断、がん検診の受診など健康に関する取り組みを行うごとにポイントが貯められること。例えば1日8000歩以上歩いたら20ポイント、朝ラジオ体操をする、お酒は1日ビール1本など自分で決めた健康目標を守れたり、体重や野菜摂取量などを記録したら3ポイント、健康診断、がん検診を受診したら200ポイント、スポーツ健康関連イベントに参加したら100ポイントといったように、頑張った分だけポイントがたまるので成果が一目でわかります。またゲーム感覚で健康づくりに取り組んでいただけるよう、アプリに掲載されたおすすめのウォーキングコースを歩くと、一コース制覇するごとに20ポイント貯めることが可能。登録されているコースは全部で25コース、一度制覇したコースであっても何度でも挑戦していただけます。さらにこちらのスタンプスポットポイントは、スマホの GPS 機能を利用してマップ上に現れたハネピョンスタンプを集めてキャラクター図鑑を完成させようというもの。区内およそ300箇所のスタンプスポットが登録されており、1箇所につき10ポイント貯めることができます。1000ポイント以上貯まると、ハネピョングッズやスポーツ健康関連グッズをはじめ、大田区の特産品や区内共通商品券など50種類程度の景品が当たる抽選に応募することができます。特に健康に関心が薄い方々に健康づくりにきっかけ、そして継続できるようさまざまな工夫を凝らしております。例えば毎日頑張ってポイントを獲得するたびに、アプリの画面の中でハネピョンが励ましてくれます。また区内ウォーキングコースとして、見たり食べたり買い物をしたり銭湯に使ったりと、区の魅力を楽しみながら回遊できる25コースを用意しております。身近な場所で体を動かしたくなる健康まちづくりを推進してまいりますので、皆様方もぜひご参加ください。なお、このアプリは18歳以上の区民が対象。ご覧の二次元コードからダウンロードができるほか、スマホをお持ちでない方はこちらの台紙を使ってご参加いただけます。アプリのダウンロードが完了したら、まずはご自身のニックネームや身長、体重などを入力します。次に運動や食事、喫煙、飲酒などについて毎日の目標を設定したら、アプリをスタート。歩数やポイントランキングを確認したり、アプリを使って家族やお友達同士で一緒に健康管理に取り組むこともできます。その他詳しくはハネピョン健康ポイント事務局までお問い合わせください。それでは次号もどうぞお楽しみに。